任天堂プレゼンツ。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ。ゼイカーナ。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。来た。あ、ここは何かの遺跡？正気が濃くなってきましたね。正気。なんかまがまがしいのがさあるよ、そこもやあって。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。ゼルダ、ハイラルの姫。これ操作できるのか。待って、あ、ちょっと待って、ファイ様。体力高。あ、ここハイラル城地下なのか。へえ、こんなところがあるんですか。ちょっと話しかけようぜ。ハイラル城の地下にこんな場所があったなんてね。なんかもう姫様でも知らないぐらい、なんだ、なんかひっそりと誰かが掘ってたのかな、それともなんか自然にできたのかな。まあでも知らないってことは、え、どうなん、自然にできたとかやったら誰かなんか騎士とかが調査してたりとか、なんかそんな感じになって、なんか耳に入ってたりとかしそうな感じがあるので、誰かがこっそり掘ってたんかなね。なんだろうこの空間。ちょっと待って、僕は先に行きます。これさ、なんか掘れるかもしれない。あ、何ここも、モヤモヤ出てるよ。この正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。あー、それで調査に来たみたいな、そんな感じか。この程度なら大丈夫なようですが。さすがだね。それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものがね、困る。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。大丈夫かこれ。本当に大丈夫。早く原因を突き止めましょう。まあね、まあ先になんかこの正気を放ってる何かがいるかもしれないので、盾とかないの。ちょっと待って、何もないのか、わかんない。メニューがさ違う。そらそう、いやそらそうでもないんだけど、これさ先行っていい、先行った方がいいぞこれ。姫を守るんだ先に。あ、でも後ろから何か来るかもしれない。そう、あ、あ、リンク、何、何見つけたの。え、マスターソードが、え、何、なんかある、魔を滅する剣が、あ、あどうしてちょっと待って、会話ログも見れるようになってんねや。へえ、こんなん見れなかったよね多分。え、このマスターソードあれだよね、ガノンと戦う時みたいな、本当にやばい時だけ光って本気モードになるぞみたいな、そんな感じだったんだけど、この剣が光ってるということは、え、でもさ、今日の朝の動画で僕ガノン倒しましたよ。そう、ブレスオブザワイルド、ガノン倒して平和になったはずなんだけど、となるとこの剣はもうしばらく本気を出すことはないはずなんだけど、その剣が今なぜかこう光っていると。やはりこの奥に何かがあるのは間違いありませんね。ハイラル城を襲った薬剤封印後、城もずっと放置されていました。あー、なんかあれかな、別の場所に拠点があって、まあ、どっか拠点を作って、なんかそこで生活してたみたいな、そんな感じだったのかな。その地下に、まさか、こんな場所があるなんて、ね。リンク、気をつけて、先に進みましょう。
や、そうだよね。ちょっと待って。光ってる。そう。ファイ様に切り開い、あ、でもさ、マスターソードの耐久、このゲームさ、剣を振るって出てきたけどさ、待って、剣を振るがさ、今なんで出てきたの？ねえ。今話聞いたら変わってる。幼い頃、父に、城の地下には何があるか質問したことがあるのですが、あーなんか知ってるけど教えてくれへんかったみたいな、そういうパターンか。それは禁忌とされ、王家にさえ詳しく知る者はいないと言われました。それさー、まずいよ、これ絶対。まずいけどさ、困ってる人がいる。調べる。何？今、右の柱みたいな倒れてるやつ？これ。ん？これは、古代文明の遺構。こっちは、文字？これは、ゾナウ文明。ゾナウ文明。何ですか、それ。そう。王族であっても、城の地下に踏み入ることは許されない。その教えだけが受け継がれてきたのだと父は言っていました。いやー。早めにさ、調査した方が良かったよ、これ絶対。なんか初期すごいよ、今、多分。あ、左になんかあるの？この彫刻も、何？やはりここにあるものは、私の持つゾナウについての知識に、合致するものばかり。ゾナウについての知識。ゾナウは遥か昔、神話の時代にあったとされる文明。神のごとき力を持ち、天空で栄えた。ああ、ちょっと待って、それさ、あれじゃない。スカイウォードソードの世界なんじゃないの？神のごとき力を持ち、天空で栄えた。え、でもあれはあれか。なんか、やべえよってなって、天空行くぞみたいな、そんな感じだっけ、確か。だったから、まだあれか、栄えたとは別なのか。多くの歴史書で、いやー、そっか、別にね、そう、他作品が、そう、関連してるとは限らない。わからない。多くの歴史書で語られながらも、その全容はあまりわかっていない、謎の多い文明なのです。結構写真撮ってたね。ちょっと僕も写真撮りたいんだけど、ちょっと待って。シーカーストーンが使えない。盾もないです。これもなんかあるのかな？この石像みたいなの。あ、撮ってる。二対の謎の像があって、これもなんか守ってるのかな？この石像は、ゾナウ族をかたどったものでしょうか？大きな耳。私たちとは少し違った姿だったのですね。あー、となると、あれはやっぱあれですね。ちょっと別の世界線というか、スカイウォードソードの世界線の話とかとは別で、シンプルに、多分なんだ空の世界の話っていう風に、ちょっとね、なんか聞いてるのでっていうかね、なんか、うん、飛んでる感じがする。なんか、イメージの映像じゃあ、紹介映像とかでもなんか飛んでたりしたので、多分今作の、まあ、そうだろうね。そうだね。うん、大きな耳、私たちとは少し違った姿だったのですね。それにしても、天空の文明の遺構が、なぜ、城の地下に、ね、よりによってなんで地下に？さらに奥があるようです。行きましょう、リンク。やばい気がするよ。やばい気がするよ。剣を振る。剣を振る。さあ。ここから先は、わからない。剣を振る。剣を振るさ。なんでずっと出てるの？剣を振る。わかんない。これあるか？リンクが、先に行っちゃうんですね。今、リンクの後ろで止まったから、なんか、そう、同じペース保ってくれるんかなと思ったけど、そうでもなかった。先ほど見た遺構ですが、ゾナウ文明のものに間違いないと思います。ああ。なんか反応したと思ったらキスでした。下手。やったか。大丈夫でしたか？
リンク。キス折ったぐらいやからね、今。ん？無事そうと。この壁画は？あ、これ何？なんかさ、わかんない。今羽が生えてたっぽい。あ、違うか。なんだこれ、モリブリみたいな。文書には、今から遥か昔の神話の時代に、人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、これ魔王軍。これはその伝承が描かれているのかも。あー、反対にはなんかその人側みたいな。これなんだ。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、そっくり。これは私たちハイリア人のようですね。なんかさ、ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えますね。でハイリア人はなんか使えてるような。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われています。はあ。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはソナウ族。ほう。その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。ハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。ほう。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、モリブリンとボコブリンいっぱいいるよ。すごい。やはりこれは古文書に記されていた大戦争。それが残ってるとか。封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。そう、嬉しそう。いっぱい取っとく。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。あー、2個目のあれ、シーカスト。とても役立ちます。これなんだ、スイッチみたいな形してる。なんか隠されてる。埋もれていて見られませんね。ここは一体何なのか。待って、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。なんかさ、初期の色が奥ちょっと違ったけど、これさ、ここさ、戦争がどうのこうのがあったんでしょ。その後の超重要なやつが埋もれてんじゃないの、ここ。ねえ。ねえ。いいの？これほっといていいの？ねえ。胸の高鳴りが止まりません。まさか、古文書を裏付ける壁画がこんな場所に残されていたなんて。そう。そう。待って。とりあえず、進みましょう。ちょっと待って。私が先に。これはなんか払える、払えない、別に何もない。まずいよこれは。ちょっとさ、ちょっとマスターソードこんなに光ってるしさ、なんかやばい初期だと思うと思いますが、これ以上はやめた方がいいと思う。古代の王家が城の地下を禁忌としたのは、この壁画を隠すためだったのでしょうか。あー、なんかでも古文書としてそれが語り継がれてるのが残ってるということは別にいいんじゃないの。ただいや、どうなんだろうね。あの埋まってた場所がなんかその何ゼルダが知っている事実と
何かその違う事実が隠されていて、でこれはでも潰すわけにはいかんけど隠しとくかみたいな、なんかそういうことになって、なんかその何別の情報、そう偽りの情報が語り継がれていて真実を隠してるみたいな、なんかそんな予感がするからさ、いやどうなんだろう、まずい気はする、まずい気はする。でも隠されてるから何なのかというとわからないけど、なんかそんな予感が勝手にしてますよ。これは深いね、ここも結構この階段長いぞ。なんかさ、なんかいい、なんだあれ、詰まってわかんないけどさ、ワイザービーム放っとけ。これさ、これやばいと思うよね。あれは行きましょう、リンク、最新の注意をお願いします。少し待って、いや行きましょう、行きましょうって何、それ浮いてんじゃないの、足元ある、大丈夫、暗すぎて見えなかっただけかな。う、何これ、え、こいつが正気を放っている、なんかさ、え、取れた、はあ、まずい、まずいと思う、まずいかどうかで言うと、ああ、へえ、ああ、あ、その、うえ、なんで、それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ、ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク、ラウルの言う希望、ラウル、この程度か、どうして私たちの名を、何それ、そこのそれ何、とっとと上がっていくよ、あ白ごと持ち上がるのか、まさか、まずい、届かないか、なんか光に包まれたということは守ら、うわっ、え、なに、これ刺さってたやつ、なんかキラキラしたのが降ってきてる、え、降ってきてるよな、これ降ってきてる、何ですかそれは、背中もさ、そらみんなびっくりするよな
なんか降ってきたぞみたいな、なんか降ってきたぞやし、なんかここのところ正気でやばいみたいなことも言ってたので、なおさらちょっとさ、そろそろやべえかもみたいな、なんかそんな感じあったのかな。助かったのこれ、助かったのかどうかで言うと、どうなっちゃったんだあれ。これは？あ、さっきのこれもしかして刺さってた腕か。刺さってた腕がなんかひっついた。どうして？これさ、もしかしてまた眠りについてた？あ、腕が、いや、そうなるよ。気が疲れたようですね、リンク殿。何？何ですか？誰？私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。ん？え？ゼルダは無事なの？瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。あー、なるほど。誰かが手当てしてくれたのか。マスターソード正気にやられるのではみたいな、なんか言ってたけど、どうなっちゃったんだ。